帰ってきた100円の英語講座。はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで久々の英語講座、戻ってきましたね。何言えばいいんだろう、覚えてねえな。ということでですね、今日のテーマは、まあ英語ではよく聞く may、そして can ですね。これは同じ言葉のように聞こえるんですけども、実は微妙に違うんですよね。まあ、意味合いは同じなんですけど、例えば、それもらっていいかなっていう言い方をね、言うと、Can I have that? と、May I have that? この2つの言い方があるわけですよ。で、両方とも何とかしていいですかっていう直訳になるんで、同じじゃないかと思うんですけど、敬語に値する感じの意味合いがですね、メイっていう言い方にはあるんですよね。だから目上の方に言うときは Can I have that? って言うんじゃなくて May I have that? もっとこう敬う言い方で言った方がいいですねっていう英語講座です。あれ?なんかちょっといつもの英語講座と違うな。まあそういうことなので友達同士とかね、年が近い方に言うときは Can I? っていう言い方してもいいと思います。でも目上の方に使うときは May I? っていう言い方をするといいと思いますね。ということで May と Can の、使い分けについてでした。ぜひ使ってみてください。